はい、皆さんこんにちは、うずらです。みまろです。今日なんですけれども、ほいほい、見ての通り眠るいびきハピナスっていうのを作ってみました。なんやねん。以前ね、いびきとぎキスっていうのを、うんうん、スパイクチャレンジで使いましたね、うん、はい。ただあの動画の翌日にね、うん、なんとモコウ先生と被ってしまったんですね。はい、そうなんです。そう、あれはもうね、うん、うずらのものと言いづらくなってしまったので、はいはい、身近なねところに天の恵みがいたんで、うんうん、いびきハピナスをねちょっと作ってみました。はい、なのでもちろん特性は天の恵みですね、うん、はいはいはい。一応ね、素早さ最速にして117実数値、うんうん、これはね最速にすると、あの何、あの誰だあいつ、ザシアンよりも速くなります。うん、なんなら計算してないけど、多分普通にバドレックスより速いはず。うん、相手をまひらせたらね、うん、そうそう、ごめん言ってなかった、まひらせたらね、うんうん、なんでこれの2倍だから234、うんうん、ごめん違ったらごめん、まあ、めっちゃ速いと、とにかく速いっすね、うんうん、なんで電磁波を巻いて上を取って眠っていびきをするという超シンプルな戦い方、うん、であとゴーストタイプが来たら何もできないんでシャドーボールを入れとく、はい、っていう感じですね。でシャドーボールは 20% の確率で特防下げます、うんはい、これが天の恵みが入ると、うんうん、40% ですね。追加効果が倍の確率で起きるんで、ね、うんうん、40% の確率で特防下げることができるんで、そこもかませると威力がね、いびきとはいえ出るんじゃないかと。もともといびきってね、見ての通り威力50なんで、ちょっと火力がねないんですよね。出ないんですよね。うん、ただまあタイプ1っていうのもあるし、うん、あとね、そうそう、これ言ってなかった、持ち物を喉スプレ ー, あー、つまりいびきを1回すると、特攻が1段階上がる。なるほどなるほど、はい、もうそこら辺も含めてなんかね火力を上げていこうというやり方ですね、うんうん、はい、ということで果たしてうまくいくのかね、はい、ちょっと分かんないんですけど、新たなハピナスの型をねちょっと編み出したので、ぜひ見てほしいと思って動画にしていますのでね、はい、やっていきましょう。はい、さあマッチングしました。はい、フェレスさんお願いします。よろしくお願いします。ね、はい、早速海洋画とかいう激重きたね。うーん、どうすっか、こいつは重えぞ。重たいっすね、ポケモン全体的に重たいね、うん、他のもイベルロンゲハピ、おイベルタルで暴走して大魔切らせる、うんうん、でロンゲで高校の尻尾、はい、渡して、うん、ハピナスでいびきかきまくるとで作戦でいきましょう。はい、さあランドロスが初手、ランドロス色違い、色違い大して変わらんで俺がやることはもう一つよ、うん、もう初手大魔、誰が来ようが初手大魔や。うわ、でイベルタルこれさ最速にしてたっけ、多分これあんまり考えずに最速にしてた、あ、オッケーオッケーオッケー、うんうん、なんだなんだ光ってなくね、なんだ地味に最速じゃないの、まあいいや、ダイジェット、おい相手もするかな、してほしいわ。うーん、さあダイマキレア、切るね切るね切るね、これを先にダイマ切らせること大事。うーん、ただこれイベルタルで終わんないよな。うーん、強すぎるがあまりに、なんだこの威力強いねやっぱりまあそうよね、そんなんじゃ落ちないぜ、うん、で言うてね、お相手し600位ぐらいなんよ、うん、だから多分こうまさか簡単に降参しないよな、しないと思うけどね、うん、ああ大ボールまあ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 、うん、それはよくて、むしろ大ボールありがたいわ、あんまイベルタル暴走しすぎたらちょっとね、そうね、いろいろとちょっと諸々の関係上、これのどう、別にダイジェットで、まあまあサンダー出てきたらちょっと嫌やし、ダイヤーク打つか、あーいいね、これ以上速くなる必要ないわ、いいね、うん、下げはありえるよね、うん、さあ、まあ、下げたところでやもんな、うん
さあ面白くなってきました。さあイベルタルどこまで生き残る？イベルタルそろそろいいよ。まだ頑張れそうな感じしてます。ちょっとね、目が生き生きしてるよ。ああこれは終わった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 。オッケー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 。いい感じに化けの皮剥がして終わるかな。うんうん。さっき鍵打ちじゃ落ちんやろう。だね。というわけで、ここは一応デスウィングしても、まあ一緒か。うん、これは何 ?HP 回復はできないかな。若干、ほんと少しじゃないかな。できないんだっけ。今、さすがにゼロダメやからね。まあいいいい、うん。ここで落ちていただいて。うん、回復出したね。うわっとめんどくさ。うん、いやでもこれだ回復できるから、ずっと身代わり張ってたらこっち、あっ鍵打ち、なるほど。うわーもうそれ悪っ、悪いやつやな、悪っ。で、砂嵐は収まる。ソウルクラッシュで落とすか。あーこっちフェアリー弱点なんだよね、そういえば。そうっすね、まあ、一発は耐えるだろうから、ソウルクラッシュして、あーなる。いや、しょうもな、しょうもな。うら、最後の一匹海洋ガヤロ見してくれよ。うん、そうやな、見してくれよ、俺に見してくれ。これどうしようか。これ悩むな。いやこれジャレプラス呪いで落ちそうなんだよな。痛み分けしてから、てかジャレ持ってる？痛み分けじゃない？あ、そっか、持ってない可能性ある。うーん、の前にか。なんかで分からんの来た。いないんかい。いないのかよ。なんか分からんの来た。あーもういいや、トリックしよう。これ食べ残しがめんどくさい。それなら、ああ身代わりがあればな、ハピナスに。これちょっと待って、マジめんどくさいことになりそうなんだが。そうですね、宿り木の種でしょ、無限回復されるやん。で高校の尻尾を与えて、いやステロはもうどうでもよくて、ドレパンがあればな。ほんとね。どう、一回ちょっと残しとくか、宿り木解除用に。うん、ただなこれどのぐらいだ、多分でも防御に今回は振ってるから、ハピナス耐えはするってことね。耐えると思うよ。もう宿り木やめろよ、言ったじゃねえかよ。ただ特防を下げるわ、もう。うん、やべ、今回ハピナス最速にしてんだよな、それが響きそうだ。電磁波、さらに素早さの差がついたらジャイロボールやべえな。確かに、もう動くな、マジ動くな、マジ動くな、動くな。やっちまったな、押して気づくんだよね。よし、オッケー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 、一回逃げよう。うんうん、この宿り木やぜ、もう二度と動くな。やべ、どうやれば勝てるんだ。パワーリップ、ジャイロボールはないのかな。ジャイロボールはないか、ただパワーリップはパワーリップで軽くな。お前めんどくせえな。
寝る。もうこういう時は寝るのが一番。そうやな。オッケー。あ、ミミッキか。あ、やべ。ミミッキっすね。助けてくれ。シャドーボール打てばよかった。シャドーボール打つべきでした。喉割れてしまう。噛み合わねえ。噛み合わないね。これいびき。せめて特攻あげるわ。で呪いで退場。ああ。いやー最悪だな。でいびきこれ失敗になる。失敗。やばい。止まんないんだ。超やばいんですけど。一生動くな。もうナットレに一生動かないでもらうしかないそうだね、これはそうだね。いけ、いびけだ。とりあえず食べ残しは取ってるからね。そうだ、うん、一生動くな。うらで、ここはこれは決まった。どうだ、どうだ。よし、オッケー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 。で、一生動かなければ勝てる。そうだね、うん、さあ、起きるターンです。ここ悩むねー。特防下げる。ラチャかのな。一応天メグだから、ここで動かなければまだある。おい、特防下がれ下がれ下がれ。おら、天の恵み最強。おらね。オッケーオッケーオッケー。まだある。うん、まだある。寝る瞬間が怖いね。よし、もうただ一個巻かれるだけでもかなりきついよね。うん、おい、まひれまひれまひれよ。頼むよ。うわすごい、落ちた。やばい、ナットレイやばい。これが俺や。なんハピナス。やばいやばいやばい。さあ、いびきだ。いけるのこのまま。いけ、タイプ1いびき。なんでだよ。特防も下がったのに。オッケー。ハッピー、奇跡見せてる。ほら、奇跡。やばいってこれ。じゃあこれ突破したら英雄なれるぞ、ハピナス。なれるね。一生動かないっていう選択肢が出てきた。うんうんうん。真昼にやもんな。ねえ、ヤドリキマジ当てんな。ほんと、一個当たるだけでかなりきつい。ほら、キールゲージ。いたいたいた。さあ、マッチングしました、はい、シールドさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、これバイオルいきますわ。おちょっとザシアンにね、ちょっと防御固めなきゃやばい気がするんで。そうだね、多分ザシアン側も剣の前してきたらやばいかって考えたらどうなんだろう。これどうしようかな。イベルタル、まあ相手めっちゃイベルタル重そうだな。冷静に考えたら、悩ましいところだな。イベルタル行くか。で、イベルタルにザシアン多分突っ込んでくるんじゃないかな。確かに、ね、うん、で、オーロンゲ、うん、ハピナス、まあ、さっきと一緒でいきましょう。はい。さあ、初手ウーラオス。初手ウーラオスです。普通に悪です。普通に、はい、悪ウーラオス来ました。悪ウーラオス、スタッフオーラをもらってますね。これ別にデスウィングでいいんじゃないの。確かに。あー、でもこれね、なんかもう大ジェットするわ。おお、ザシアンかな。これは悪くないよね。ザシアンだったら悪くない。オッケーオッケー。こいつを倒しておけなきゃまずい。さあ、大ジェットだ。大ジェットだ。上を取ることが大事。うん、まあ、こんだけ入れば熱風で落とせるだろう。いけるでしょう、いけるでしょう。
で、さあザシアンよ、お前何がある、うん、こっちはダイバーンがあるんだよし、取った、これはいった、でかいぞ、でかいね。ただイベルタル活躍しすぎない、大丈夫かな、ちょっと嫌な予感がすんだよねただのイベルタルゲーかマジか、ちょっと強すぎるって罪やな、罪やね、固まりましたね、やばい、マジか、またこいつも削っときたいっちゃ削っときたいよね、うん、おそらくね、うん、好きなんだろうなとは思う。ダイマ切れ、ダイマ切れ、あ、なんで、まあ、切るわけねえか多分最後で切るんやろね、うん、で、タスキ暗挙かな、うん、ダークオーラもらってるからね、うん、暗黒巨大の覇気にはインファイトか、インファイトだね、うん、で、オッケーオッケーオッケー、でここまで削っときゃあと誰が来てもハッピーで最後持っていけるんじゃない、持っていけそうだね、うん、うん、ちょっと、あ、降参すんなよ、降参すんなよ本当、もうそれが一番の不安や、うん、うん、まあまあ、ちょっとでもイベルタルの HP 削れ、お前は、で、希望を持たせるんや、うん、先生技があれば普通に倒せそうだけどね、そうね、うん、で、さらにこのカスしか回復しなくて命の玉で減るさあ削れろ、これは先生技で落ちるぞ落ちる落ちる落ちる、俺はどっちの応援しとるんやお前が活躍しすぎたらな、動画的にダメなんだ、ガイリザードン、サンパワーリザードンや、えらい、そしたらここはもう意味不明なことするね、おお、外せ、よし、うん、泳がせるんだ相手をさあここでイベルタの謎に気合い玉を打っていく、しかも外れる、狙い通りそしてお相手し、何も知らずにダイジェット上を取ろうと必死です、しかし裏に控えてるのはここの尻尾オーロンゲかわいそうだ、お、命の玉、お前それでちょっとかわいそうだな、うよし、3パワーの玉だ、命の玉回収してあげよう、ちょっとね、痛い痛いって言うよね、3パワーもあってからかわいそうや、さあちょっと嫌な予感するんだよな、トリック、うん、壁張ってもよかったけど、そうな、さあここの尻尾プレゼント、巨大極炎やばいの来たよ、さあ燃えろ、強っ、強すぎるでいいか、日差しが戻る、最高じゃねえか、何これ、なくなっちゃった、あ、そっか、イベルタルが火起こしてたからやったよ、そうそうそう、でもまあ大バーンはしてくるよ、ね、極炎になるからね、あ、そっか、できないんだ、うん、ということで、もう電磁波も必要ないけど、まあ電磁波しよっか、うん、そこ回収、あ、そっかそっか、この失敗、こっちが上取るから電磁波しなきゃ、うん、寝れないんだ、目が冴えちゃってるんやうわ、あ、でも極炎ダメージ入るか、ちょ、お願い、相手、相手、お願い、お願い、ちょっと刺して、もうこれ動画化するからちょ、降参やめてね、それはね、ダメだよね、さあ、寝ます、おやすみ、お、お、頑張ってる、あのリザード頑張れ頑張れ、頑張れ、リザードさあ、いびきたい、ちょ、極炎がちょっと邪魔なんだよ、いや、そんなんだよ、効かん効かん効かん、ただ今回 H にも D にも振ってないからいつもよりは入っちゃうな、本当だね、うん、いきます、いびき、はいはい、一瞬しくったかと思ってしまうね、グーグル、まあね、ちょっと時間差がねで、特攻が上がります、おー動いてる、なんでやねんなんでやねんの、ちょ、やばい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 、ちょっと次やばくない？そうだね、動いたらダメだね、頼む頼む、ハッピーハッピー、やばい、 H にも D にも振ってないあれが来ているよし、オッケーオッケーオッケー、あ、ちょっと待って手
が滑った。あ、いらないと。ちょっと待って。やばい、手が滑った、やばいやばい。あ、あっぷな。気をつけろ、気をつけろ。寝るんだ。眠らないと、眠らないとダメです。お前は寝るんだ。よっしゃもういいだろこれはい、対戦ありがとうございました。ということでこれを動画化します。はい、ありがとうございました。